回は、トリコの人気ランキングがこちらに対する読者の反応集を紹介します。よければチャンネル登録お願いします。それではどうぞ。四天王サニー、犬より人気低い模様。登場時期に悪意がある。クッキングフェスの後ならもっと上がってたやろ。アニメ版でもぶっちぎり不人気。変な話し方だし微妙にかっこよくないし。キャラはゼブラと同じくらい立ってる。てかこのペンギンがスターより人気あるのアニメ勢の年齢層なんかな。サニーさん、子供にも不人気で草。どっちも6位だからバカにされるレベルじゃないだろ。むしろ人気キャラの部類だわ。小松って誰に人気あるんだよ。あっちゅ、死のモテモテキャラやぞ。小松が岩田光雄でよかったんちゃう？運命梅田が人気高すぎてわろたこの時点じゃガララは2の時ぐらいしか出番なかったやろ。終盤じわに洗脳されて IG を裏切ってたけど実はグルメ界入りできる実力ありますってのが最高におもろい。梅田のキャラデザが完全にたけし。四天王の不人気はサニーやろなぁと思ったらサニーやった。戦力的には頑張ってたのに。サニーっていいキャラしてたけどあかんのか。ここが人気な方がおかしいだろこれ。むしろなんでここ人気なんや。グルメカジノくらいちゃう活躍してたの。初期で一緒に冒険してた期間が長いこともあるんとちゃうか。サニーは側が適当というかもうちょい考えてもよかったんじゃないかと思う。たけしのマミー系ならもっと人気出たんちゃうか。サニーってイケメンキャラやのに声が汚すぎるよな。トニーロッドとサニーの声逆だろって当時も言われたな。岩田光雄は好きやがな。石田明は敵サイドの方が合ってる。ここはそもそも声優が桜井隆弘やからな強すぎる。ここはコンビなしでゼブラは堂々と誘ってるのにサニーだけトリコいないとこでこっそり誘ってるの気持ち悪かった。前15周年特番やってたけどサニーの声優作品への愛持ってそうで好きになったわ。最終話時点でやったら1位トリコ2位ドラ3位スタージュンやな。ダイラスボスとか終盤一番活躍したのはここ。ポイズンドールとかいうインチキ使うから。もしここがポイズンドール使えなかったらグルメ会序盤でゼブラが退場してたという事実。お前はトリコ？これを見に来た。こことかいう声かっこいいのにクソダサいのおもろい。トリコ以外の三天王はなレッドにトロッツたりお手軽手こいれしてもらったくせにまとめてジョアン秒殺はな。裏のチャンネルで戦ってたから秒殺ではない。そもそもジョアはミドラにいっぱい食わせる程度には強キャラだからな。島軍ってもうちょい美男美女にかけてや戦果取ってたよな。ブサイクとかコワモテはうまいんだけどな。運命梅田は悪いやつなのに。トニーロッド人気よな。こないだの読み切りもそうやがリーゼント書かせるとやたらイケメンになるよな。やばい。トリコがジャンプの表紙でルフと肩組めるならデクでも余裕なんだよね。途中までと最終盤ぐらいしか知らんけど強い順はどうなん。トリコそれ以外シロウに強すぎんよ。1位トリコシロウに、2位アカシアネオ九州、3位トリコオーガ九州、4位ミドラ、5位アカシアネオ入り、6位ジロウ、7位一流ナメプ、8位ネオ単体、9位カオースカイディア、10位ゲイオウムーン。トップ5に本人だけの力でランクインしてるのミドラだけではロタ。最後にネオアカシアがヤオウを吸収し完全体になっても怒りのフルコースで勝ったトリコさん。四天王の差を知りたかったんやけどトリコ以外どんぐりの背比べか。トリコ以外の三天王はどんぐりの背比べだし全員扱い悪すぎてはっきりしない。ワンビーのあたりまではそれぞれに負けない強みがあったんやがな。炎王の前で瞬きしちゃうような雑魚やからしゃあない。キャラ付けにしてもあの喋り方はちょっとな読みにくいしキモい。ジャンプアニメは昔からキャスティングがいまいちなイメージあるわ。スラダンの先導なんか代表的。トリコ以外ならここが一番強い。独裁評価されるから。あんなギャグ漫画描いてた人が一気に作風変わったよな。そのギャグ漫画でも途中からバトルとシリアスしてたやん。長野シバリング。実際今の若者はトリコでシバリング知ってそう。少なくともワイはそう。若者サニー人気だろ。こいつの毛が切られると歯をベンチで抜かれた時くらいの痛みが狂って設定見てから無理になったわ。こいつだけ受けてるダメージが明らかに他のやつより多いよな。アニメのサニーとかただでさえ声汚いのに4割くらい何言っとるかわからん時あるし。ゼブラは物理攻撃しかないからなんだかんだ一番評価低いわ。いやパンチ系以外をもっと飛び道具やんけ。お前途中までしか読んでないやろ。ほぼ魔法やろ。あの声仲間のバッとか範囲即死技とか移動補助とか何でもありや。美食界 VS EGO は面白いけどネオ加わるとつまんない。裏切り洗脳多すぎるし宇宙道の言い出すしグルメ細胞の悪魔メインになるしブルーグリルは意味わからん。ネオに自分から移籍した裏切り者とジョアに操られたで合わせると数多すぎやからミドラに大量処刑されてほとんど退場したな。サニーってグルメ界入る時点では一番強かったよな。サニー VS トニー戦はガチの名勝負だった。
トリコ VS トミー戦も同じこと言われるから、サニーが人気なんじゃなくてトミーが人気ってことじゃね。そのトミーよりもサニーの方が人気ランキング上なんですが、全然登場の頻度が違うやろ。そこで言うと運命が頭抜けてる。これ10位より後ろどうなってんの？意外と猛獣や食材単体で人気あるのね。シマブー本人が登場しててくさ。トムがセツバーより上なの笑う。これ見てると17位以下は100票売ってるっぽいし、サニー800票売って普通に人気キャラじゃん。誰だよ不人気とか言ったやつ。あくまで四天王全体の票で見ると見劣りするってだけやね。いつの時期に登場されてるか知らんけど、後半まで含めるとトリコ以外の四天王は10位圏外とか普通にありそうよな。むしろトップ10はアカシア一家とヤオウだらけになりそう。その中でもウーメンが残ってたら笑う。梅田はともかくマッピーならギリランクインしてそう。多分1位はトリコだろうけど、2位、3位はジローとミドラ、小松あたりだろうな。ワイはジローに登場するわ。アカシアがニース作品から退場させた物語をぶっ壊す可能性の塊の男。シマブーやで、ジロー強く勝ちすぎた退場させるか。シマブー強いジーバー好きなのが溢れてる。披露宴の時のミドラがずるすぎる。登場数がトリコ超えも全然ある。終盤の主人公はトリコじゃなくてミドラだったもんな。これ、ミドラの立ち位置が完全に主人公で笑った。これは、トリコミドっちゃこんなかっこいいおっさんならフルコースも世界一かっこいいんだろな。ミドラ知りたいか？ならば教えてやろう私のフルコースを。ノッキン栄翔ノッキン、無駄だ間に合わん。トリコスレでミドラのフルコースが出た時必ずこのやりとりあるの笑う。アカシアは携帯が複数あるからどう分かれそうだよね。あのメルエムみたいな携帯が一番人気ありそう。ネオ九州前がキモすぎる。こいつ煽り文句が全部56になってんのほんとくさ。思い出に味はあるのか？本当にいい加減にしろよお前。喜べミドラ、やっとあの世でフローゼの父が飲めるぜ。ここら辺の56が好き。いい加減にしろよは多分本音がポロッと出たと予想。本人は血の涙流しとんのやで。とりあえず演技だったことが判明したことで、フローゼの墓の前で見せた涙は本当だったことが確定してよかった。あの時のアカシアの一連のセリフや世界の命運を託されて一人覚悟を決めたと思われる一流の駒とか、とにかくあの回想式だったわ。一流も過去の掘り下げとかドンスラの話が出てきたから読者ランキング上位に入ってそう。粗食で人類を守りますの人。一流の残したビリオンバードがトリコのフルコースに入って、会長の思いが受け継がれましたよってくだり好き。一流が生存してて本気出したらアカシアの計画は破綻する事実。サンデスは強すぎて最終戦に参加してたらアカシアと接戦にならない。これ考えると読者人気トップ10はアカシア一家プラス小松みたいな結果で落ち着きそうだな。それ以外の5位から20位で結構接戦になりそう。パートナーアニマルさん、ランキング圏外に落ちる模様。テリーは20位以内にはランクインしてそうだけど、確かにキスとクイーンはもう枠なさそうやね。バオウの丘ナンバー2のガルマホースはワンチャンある。そんな化け物と戦わせられそうになったし、13は強く言ってくれ。もう退場してるんだよな。それも今まで散々食ってきた人間に逆に食い尽くされる皮肉っぷり。そういや人気投票ランキングには食材も入ってるからマジで予想できない。作品の目的だったゴッドランキング圏外濃厚。人間界の食材が10位から20位独占してたら笑う。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。